組織に与えられた目。あの女の目に何かある。とにかく、いざ。楽しませてくれると思ったんだけどな。キャミ、見えてきたぞ。ああ、覚悟はできている。いるんだろ？出てこいよ。お前らにはがっかりしたぜ。貴様、何者だ？何が目的だ？上からの命令に従うだけのロボットが、もうお前らには期待しない。とっておきの技で眠らせてやるよ。寸止めだけどな。なっ！なってきたじゃねえか。お前らさ、揃いも揃って本当おめでたいよ。この女も私と中身は似たようなもんだろ。ベガの親衛隊様なんだからさ、かばってどうすんの？なあ、正義感づらしやがって、まあ、沈んで走るぜ。ああ、ごめん。お前もお仲間なんだっけ？してくれてんじゃねえか。お礼にそっちも楽しませてやらねえとな。貴様、ジュリだな。ベガや SIN との関係は？答える義理はねえよ。必ず戻ってくるから。
前の左目から発せられる異常に強い気のパワー、一体それは何だ。お前の知る必要はないよ。カイル、そいつの気は左目から人工的に作り出されたものに違いない。パワーが人のものにしては圧倒的すぎる。その推理いい線言ってるよ。あ、そういやさ、あのチャイナ娘は今日は来ないわけ？無理か。あの女を追ってくれ。任せたぞ。どこまで追っかけてくるとはさ、本当にしつけえよな。それにしつこい女はいい目見ないのが定石なんだよね。ジュリー、彼女たちをどこへ連れて行くつもりだ。返してもらう。やれるもんだ。やってみな。もならないってことがさ、とっととお家に帰っておねんねしな。それに本気で力使っちまったらこの木が落ちちまうだろう。空気読めよ。女たちがこれからどうなるか教えてやろうか。こいつらは SIN の実験動物としてその生涯を終えるんだよ。なんだと。
お前もこいつらと同じだったな。アリンコほどの価値もない。でも一人で行くのは寂しいだろうし、ついでに教えてやるよ、お前らの正義とやるがどんだけば正義とやるがどんだけ